ビッテルスバッハ9戦艦は、ドイツ海軍の全土9戦艦の艦級である。本級は、第一次世界大戦前に5隻が建造された。本級は、第一次世界大戦前のドイツ海軍の戦艦。本級は、アルフレート・フォンテル・ピッツ提督が推し進めた1898年の艦隊法のもと、最初に建造された戦艦であった。 1899年から1900年の間に5隻が建造され、1904年までに全艦が収益した。本級は全級のカイザーフリードリヒ3世級戦艦に告示していたが、看板は完備部分が低くなっていたカイザーフリードリヒ3世級とは異なって水平であり、装甲体は拡大されていた。本級を守備戦方向から断面した艦内図。主砲塔は、 旋回機構の内部に溶断機を内蔵した新型へと更新された。本級の船体形状は波の穏やかなバルト海での運用が主であるため、解剖戦艦的な水面から還元までが低い平ら、甲板型船体を採用した。水面下に昇格のついた艦首から艦首艦艦上に 24cm 方を収めた連装砲と一機の基部から、 上部構造物が始まり、その上に司令塔を組み込んだ、操打環境置き部と、全部ミリタリーマストが立つ。船体中央部に等間隔に立つ日本煙突の、周囲は関西艇置き場となっており、煙突の間に、片元一本ずつのグースネック型クレーン系2機により、運用された。2番煙突の背後に、後部ミリタリーマストと、後部司令塔が一機ずつ立ったところで、 上部構造物が終了して、後部甲板上に2番手砲塔が後ろ向きに1機を配置した。複砲の15センチメートル単装砲は砲角配置で、上部構造物の1番手砲塔基部に、片元2機、原則甲板上に、砲塔形式で、背中合わせに2機、原則に5機ずつの片元9機で、計18機を配置した。この武装配置により、監視方向に、 最大で 24cm 方2門 15cm 方6門減速方向に、最大で 24cm 方4門 15cm 方9門完備方向に、最大で 24cm 方2門 15cm 方4門が、試行できる計算であった。本級の手法には全級に引き続き、クルップ1898年型、d r g l c 9 8 2 4トル砲を採用した。その性能は、重量1 4 0ラムの砲弾を最大行角30度で1 6 9 0 0ルまで届かせることができる。この砲を全球と同じく連装砲塔に収めた。この手砲塔は自由装填方式を採用しており、どの角度からでも装填ができた。手砲神の不要。砲塔の旋回は主に電力と水圧で行われ、 溶断薬器は電動式である。補助に人力を必要とした。方針の不行能力は行角30度、不覚5度である。各砲塔の旋回角度は、旋回守備線方向を0度として、左右150度の旋回角度を持つ。装填形式は、行角5度の固定角度装填で、発射速度は、毎分1.2発であった。この方を新設計の連装式砲塔に収めた。 全球において、主砲とバーベットの背後に。これにより、主砲弾は、弾薬庫より、一気に装填機構まで持ち上げられてそのまま、装填できた。本級の副砲には、クルップ八百九十八年型 SKL、ンチメートル速射砲を採用した。その性能は、重量四十五点三キログラムの砲弾を、最大行角二十度で射距離一万三千七百メートルまで、 届かせることができる性能であった。発射速度は、毎分4から5発、秒角20度、深く7度であった。旋回角度は、感情の単素砲塔は、減速方向を0度として、左右150度、減速ケースメート配置は150度の旋回角が、可能であった。他に、耐水雷手迎撃用に落ちキス射精落ちキス3.7センチメートル5連装ガトリング砲を、 単装砲がで10機を艦上に装備した。その他に、対艦攻撃用に45センチメートル、水中魚雷発射艦を単装で艦首に並列で2機、原則に、片原2機ずつ、計6機装備した。第一次世界大戦中、本級は、バルト海に配属されない4戦隊を構成した。1917年までに、本級は、全艦が、補助艦艇に変更された。 ビッテルスバフ派は1915年に座礁した後、退役した。ベッティンは、キールで、バラック船となり、セイリンゲンは、水雷訓練に使用された。シュバーベンは、総海底母艦となった。メクレンブルクは、囚人船として使用された。セイリンゲンを除く全艦が1920年から21年の間にスクラップとして売却され、セイリンゲンのみが1944年まで、ドイツ海軍で、 標的感として使用され、ありがとうございます。